はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、シンセサイダー V を、コントローラーをいろいろ対応して、より便利に使ってみようというような、そんなお話をやってみたいと思います。画面右下の方にありますように、ここにはペンタブレットを置いています。このように動いているわけです。そして、僕専用のいろんなセッティングをしましたので、 どんな風にセッティングしてどんな風に便利になったかというのを見ていただこうと思います。セッティング関係なくペンタブレットではこのように幅を変えたりというのも普通のマウスでやる操作と同じようにできるわけです。そしてペンタブならではの便利なことは今もやりましたようにこのようにスクロールをするのがマウスでやるよりもとっても簡単です。そして このペンタブレットにはホイールがありますので、このホイールをちょっと大胆に今回は変えてみました。シンセサイダー V のこのセッティングのここの部分ですね。最初は水平移動というのがですね、シフトキーを押しながらマウスホイール、それに初期値はなってるんですね。これです。でもマウスホイールだけにしました。 あとは水平のズームとそして垂直移動3つのホイールの動きを変えることができますそこで水平の移動をマウスホイールにして水平のズームの方をコントロールにしそして垂直移動をシフトプラスマウスホイールに変更しましたその理由というのはこのホイールをぐりぐり回すだけで このように後ろへ行ったり前に行ったりがかなり早くできます。今はペンタブレットはそのままで動かしているわけです。よってどうしてもシフトキーをというような時はシフトを押しながらこのように回すと縦スクロールになりますが、まあこれは頻度が少ないということもありましてこのようにしました。そしてコントロールがこのように拡大縮小です。 ホイールはリングもありまして、基本的には同じようなんですけれども、微妙なことをするときにはリングの方が便利なことが多いでしょう。そして、ここにはショートカットキーを左手デバイスということで割り付けれる機能があります。どのようにしてるかと言いましたら、一番左上の方がマルチエディットツール、いわゆるここですね。 これと鉛筆ツールというのはとってもよく切り替えることが多いと思いますので、これをここに割り当てています。こういうふうにですね。そして、その右の方に音符編集モードと波形編集モードがあります。そのモードの切り替えは、ここに3つ目のキーですね。上から2段目の左側。これに割り当てています。これで、このように、 切り替えることができます。そして次なんですけれども、選択範囲の再生というのも作りました。この部分をこのように選択します。そしたら、この部分だけを再生したい時があります。その時は、この2段目の右側を押すと、 このようにできるわけです。次々行きましょう。まずは全部のキーの割り当てを説明します。次は音符の分割と結合。これをやっています。先ほども言いましたように、コントロールを押しながらこれを押すと拡大縮小できますので、ちょっと拡大しておきます。ここでカットをしたいと思います。その時はここを選択しましてカットします。 ま、どこでカットするかはカーソルにもよるんですけれども、ここで分割をしましたら、このように分割ができます。もう一個分割しておきます。このように分割ができますけれども、また結合したい時があります。そういう時は、この部分を選択しまして、そして、その隣のボタン、これを押すと結合ができるようにしています。そして、 この角は再生ということが多いと思いますので、自由なところで再生をします。今はループ再生になっていますので、ここを切っておきます。これはこのループ再生です。これもショートカットしたいですけれども、8つしかキーがないので、今はやっていません。任意の場所からこのように選択をしまして、そして、 ストップも同じキーです。このように再生できるようにしています。そして前回の動画でも説明したんですけれども、プラグインモードで使っているんですけれども、僕はこの3トラック目に仮置けを入れて、そしてこちらででも再生ができるようにしています。ちょっと説明不足でしたけれども、 ここにはシーンというのを作っています。普通というのとシンセサイザー V というのを選択しています。今は全部で音が鳴っていましたので分かりにくかったかも分かりませんがオケが二重になっていました。ここでシンセサイザー V を選択するとこのように今欲しい部分だけが選択できるようになります。今ちょっとここがソロということで 上がっていましたのでここでこの状態でもう一度このプリセットを更新しておきますこれでシンセサイダー V だけが鳴るようになりました別に後ろが鳴っても今はタイミングが一緒なんで悪くはありませんけれども例えば途中で ドラムのトラック、ベースのトラックを若干変更したというようなことがありましたら、シンセサイダー V にあるオケと、そして DAW にあるオケとが違うわけですので、二重にならないようにしておくのが賢明かと思います。そして一番右下には Ctrl-Z をしてあります。ですから、これを仮にこのように動かします。でも、Ctrl-Z で戻すことができます。 もう一度やってみます。このように8つのボタンとそしてスクロール。ここらをうまくセッティングしました。スクロールは慣れてきたらペンタブレットでこうやって動かすのも悪くありません。ここにはストリームデッキがあります。今回この左下の角に シンセサイダー V 専用のホルダーを作りました。ここでクリックします。すると、シンセサイダー V で使えば良さそうなボタンをセッティングしてみました。まあ、これ、再生もできます。止めて、 このストップした時にスタートした位置に戻ったり戻らなかったりというのはこれはは続きがいきがまますすよね今は必ず先頭に戻りますはいそしてここをチェックしておくと止まったところから再開できます。 これが再生ボタンです。そしてペンタブでこのように選択をしまして、そしてここはデリートにしています。このように消しますね。もう一度元に戻しておきます。そして先ほどもここに作ってあった分割と結合はここにも準備しています。この音符を分割したいと思います。分割するときは必ず選択をしておかないといけません。 そこで、このボタンですね。分割を押します。はい。このように切れました。切れていますね。そして、もう少し切り刻んでみましょう。そして、結合します。はい。このように結合できました。これが便利な時は、尺利を作ったりするような時です。 ここで分割をしまして、そして下からしゃくります。こういうような時ですね。もう一度合わせます。そして一番右下には全選択を設定しあります。すべてを選択することができます。あとは当たり前によくある コピーカット貼り付けですけれども、ちょっと画面には見えませんが、この横に普通のパソコンキーボードがありますけれども、この移動がとっても煩わずらしいので、コピーカット貼り付けもショートカットにしました。ここでコピーをします。そして、このカーソル位置に貼り付けをします。こういうことですね。コピーカット貼り付けの隣には、アンドゥーとリズゥーも作っています。はい。 このように戻したり、リズーの方もこうやって作っています。続きまして、最上段ですけれども、これは歌詞を打ち替えたりするときに、このように選択をしまして、Ctrl-L、l ライコスを選択できるようにしています。このようにして歌詞打ちをすればいいわけです。次のところは、画面下のように、ピッチベンドがかなり複雑になっていたときに、なるべく CPU 負荷を減らすために、この複雑な点を簡素化するという機能です。部分的でもいいですし、全体でもいいんですけれども、このように選択をしておきます。そして、通常は AltS というのが最初は初期値として設定されているんですけれども、スタジオワンの場合、もしくは僕がショートカットで AltS を使ったりしておりましたので、 これは変更しました。Ctrl-Shift-Alt-S というのにしてあります。そのショートカットをここに割り付けてあるということになります。じゃあこれでこのボタンを押してみましょう。画面下の方をよく見ててください。はい。このようにできる範囲で簡素化ができたということになります。最後の右角にある2つのボタンは これはオクターブ移動です。通常はコントロール U もしくはコントロール D です。このように選択をしましてオクターブアップします。はい。見えなくなりましたよね。そして、はい。このように上に行きました。これをもう一度下げます。はい。今下がりました。このようにストリームデッキと、そしてペンタブレット。 そしてペンタブレットの横にあるショートカットボタンとジョグホイール。これを上手に使ってとっても効率よくこのように編集をします。何せペンタブレットのいいところは座標軸でこのように移動しますので、後ろの方に行きたいなと思ってもさっとこのように動かせて前に行こうと思ったらこのようにすぐにロケーターを移動できることです。 ロケーターを移動しましたらすぐに再生ができます。このように今日はシンセサイダー V を使う上で Studio One の機能とはまた違った感じのセッティングというのを説明しましたがもちろん Studio One とは一体ですので ここでいろんなスタジオワンが便利になる機能も登録しています。例えばここで拡大とかをこのようにしていた時にすぐに全体表示ができるようなこういうボタンですね。これで全体の尺が見れたりします。そして選択範囲のループ。例えばこの部分を選択しておきますとこの部分にループをしたい時は こうすればすぐにループ範囲を設定したりできます。まだまだたくさん便利な機能をストリームデッキには登録しておりますけれども、今回はその中の一つのホルダー、この左隅のシンセサイダー V 用の機能ですね。これをうまく整理しましたので、皆さんに見ていただこうと思ってレポートをしました。DTM というのは 考える時間もいるし、操作する時間も必要です。なるべく時短で動作ができるようになれば、とっても便利になっていくと思います。特にこのところにはフェーダーポートがありますので、チャンネルを切り替えたりするのはここでこのようにできますし、もちろんフェーダーを動かすということもこのようにして、 動かすことができます。スタジオワンの機能としては、このフェイダーだけでも、ある程度、ボリューム、パン、そういうところはうまくできるんですけれども、やはり、このストリームデッキのような左手デバイスであったりとか、その隣には、ツアーボックスという左手デバイスです。これなんかは、ここにもジョグがありますので、このようにカーソル移動ですね。これも、こうできたり、 あとは、拡大、縮小。そして、ボタンを一緒に押せば、縦拡大、縦縮小。こういうことも、ここにいろいろセッティングしています。ツアーボックスのセッティングにつきましては、別動画も準備していますので、僕のチャンネルでツアーボックスで検索していただくと、どんな感じにセッティングしてあるか、というのが分かっていただけると思います。 話はあちこちになりましたけれども、左手デバイスをうまく使って、スタジオワンもしくはシンセサイダー V をなるべく効率よく使っています。ご視聴ありがとうございました。村長でした。